ファンタスティックタイム。タイム、タイム、タイム。こんにちは、ファンタスティックスフロムエグザイトライブの木村ケイトです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日は、はい。まあ、お便りをいろいろね、いただいてるので、うん、はい。紹介していこうかなと思いますが、はい、ケイトくん紹介をお願いしていいですか。はい。さくちゃんのママさん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。私には3人の子供がいるのですが、長女と長男は夫、次女は私にそっくりです。そばから見ると笑っちゃうくらい似ているそうです。お二人の親からの遺伝を感じる時を教えてください。ケイト君、前そのライブとか、はい、イベントとかで女装した時にお母さんにめっちゃ似てたって言ってませんでした？うん、いや似てます ね。結構メンバーからも言われましたね。あ、お母さん似てる。はい。だからやっぱ似てるのかなっていうのは思いますね。あと、お母さん美人さんやもんね。性格もなんか似てるのかなって、マメなところとかその連絡をよく来るんですよ、親から、うんうん、だからその、まあ、母からも来ますし、たまに父からも来るんですよ。へえ、うん。だからそうですかね、その豆なところですかね。結構毎日に近いぐらい来ます？母は来ます。元気みたいな、今日何食べたの、はい、みたいな、これいいらしいよ、うん、みたいな、はいはい、だってネイル変えただけでも来るって言ってましたもんね、うん、お母さんが。そう、なんかどれがいいみたいのも来ます。どういうこと？ネイル何個か来て、でたまに採用されないんで、うん、え、なんで聞いたのと思う。まあ女子とはそういうものですね。あまあね、妹の意見をとか、そう、あ、時によって。でも最近は僕の意見が採用されてますね。うん、妹さんとは似てます？性格とか。それこそあの父の方に似てて、うん、あ、そうなんや、うん、妹さんはね。妹はそうですね、顔もどっちかというと父寄りで、僕は母寄りなんで、うん、いや美形家系です、本当に。いやいや、彩香さんあります？逆に。私は一回すごくびっくりしたことがあって、うん、家のなんか押し入れをガサガサしてたら、はい、学生証が出てきたんですよ、うん、その学生証どう見ても自分なんですよ、高校の学生証明書みたいなのが、はい、でも母だったんですよね。どう見ても、でも自分が見ても完全に自分なんですよ。もうびっくりするぐらい似てて、すごっ。なんか周りから言われてたんですよ、はい、お母さんにねってすごい言われてて、そんな似てるかなと思ってたけど、あの時は、はい、あ、めちゃ似てるわって思いました。もう自分で引いた。いや、自分でも間違えるってのはすごいですね、うん、だからああなるんやなって、うん、じゃあ美人さんってことか。いやいやいや、なんかね、ちょっと なんつったんやろう、なんかでも声とかも似てるって言われます。へえ。多分結構割と低めやと思うんですけど、うん、家で電話出たら母か姉なのか分からんって言われます。へえ。家電話すごい、うん、ですね。だから声も似るんですかね。うん、どうなんだろう、言われる声だ。男性はでも違うかもしれない、ね、違いますね。女性は結構言われると思うけど、うん、笑い方似てるとかさ。あ、笑い方、いやでも似てないと思います、笑い方は。笑った時の顔は似てるかも、顔が似てるかもしれないですね、お母さんにね、うん、うんうんうん、ですかね、確かにそれはなんかなんとなくは似てるなって感じです。続いていきましょう、はい、じゃあ続いて、ケイト君のキラキラさん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ケイちゃん、あやかさん、こんにちは。こんにちは。先日ケイちゃんが一生懸命お手伝いされていた山口県の阿武町の梅田さんが丹精込めて作られた福賀スイカがケイちゃんの誕生日前日に届き、うん、冷やしてバースデー当日にいただきました。うん、お、今まで切ったスイカの中で一番外の皮がパリ、その後皮もスッと包丁が入り、中の身はジューシーでみずみずしくて甘い。甘い。伝わってきますね、文化の、うん、今まで食べた中で一番美味しいスイカでした。白い部分も余すとこなく食べて、何漬けですか？カス漬け？カス漬け？すごい。カス漬け、皮も食べれるんですね。多分あの緑と黒のしましまのと硬いとこ取って、あの白い部分をつけるんじゃないかな。はいはいはい、柔らかいとこ。いや美味しそうですね。うんうんうん、職場である、福祉施設のご利用者様にも。フルーツポンチでお出ししましたが、うん、大好評で、こんなに香りのいい甘いスイカ食べたことないと喜んでいただきました。こんな素敵なスイカを教えていただき、ケイちゃんにも農家の方々にも感謝です。ありがとうございます。ところでケイちゃんはメンバーからプレゼントもらいましたか？うん、また最近買ったご褒美は何かありますか？
何か大きなお仕事を終えた時のご褒美を買うことを大切にしていると聞いたので教えていただきたいです。うーん、どうですか、うん、まずメンバーからもらいましたね。あ、靴？靴もらいました。スニーカーもらってましたね。はい、ニューバランスのスニーカーもらったんですけど、うん、結構もともと欲しかった形の、その品番というかやつで。なんでそれって分かるんですか？言ってたの周りの人に。あ、一回言いましたね。それを覚えてたってことだ。夏井くんが選んでくれたらしいんですけど、メンバーでその選んで、はいはい、大輝くんはあのブレスレットくれました、うん、へ、誕生日で一緒に買い物行って、うん、どうせならその自分の欲しいものを、うわ優しいお兄ちゃん、買ってって言われて、じゃあ一緒に行きましょうってなって行きました、うんうんうん、へ、まだ思い入れになりますもんね、うん、そうなったらね、はい、あとは最近買ったご褒美か、うんうん、時計ですかね。お、時計買ったんですか。はい、もうずっと欲しかった時計が買えて、うんうんうん、1年前ぐらいにも買いましたよね。買いました、うんうん、また買った、また、うんうん、そのなんかいいなと思って、そのずっと欲しくて、うん、そのいろいろ見てたんですけど、うん、やっぱりこの時計がいいなと思ったもの、うん、もうつけてます。つけてます。へえ、今日はつけてないんですね。今日あの東京に、はい、外してましたね。なんかそのロケとかでやっぱ体使うんで時計傷つけたくないんで、うん、いや、わかる、買ったばっかりの時と特にね、はい、だからもう大事にしてますね。うん、うん、それが一番大きいですね。それは何の過去一大きい買い物かもしれない。おー、マジ、はい、結構いいやつ買ったんや。いいやつを、うん、何かのご褒美ってそれを買ったんですか。そうですね、そのバトルオブ東京のライブがあったりとか、うん、まあ、ファンファンホップがあったりとか、うん、いろいろあったので、ハイローマットですね、まとめて、はい、うん、ハイローも、私、まあ、誕生日23になったので、うん、大人になろうかなと思って、うん、頑張って買いましたね。じゃあ今までつけてたやつと新しい買ったやつを、はい、2個、ね、服装によって買えるみたいな感じなんですか、はい、うん、あ、いいですね。彩香さんも買いました時計。時計、いや、これはね、うん、ベルトを変えた。あ、やっぱそうですよね、うん、よくわかったね。ったそうなの、はい、よくわかったね。ちょっと夏だから明るい色にしようかなと思って。いいですね、ありがとうございます、うん、オレンジにしました。お似合いです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、はい、ナナルナのナナ…むず待って待って、ナナルナ…ナナルナのルナさん、ラジオネームむずいよこの方。むずいですね早口かと思った。引っ掛けてきたね。3回打ってもらおうかな。いや、むずいです。やめとこう。絶対ここで多分終わっちゃいます、このラジオが。お便りどうぞ。はい。ケイトくん、彩香さん、こんにちは。こんにちは。先日、ケイトくんが熱血テレビで行っていた阿武町のキャンプ場に家族と行ってきました。うん、ケイトくんが行く前から予約をしていて、たまたまケイトくんが行って驚きました。すごいな。ケイトくんが食べていた無角和牛も食べて、ケイトくんがお手伝いしていた福賀スイカも食べれて大満足しました。ザ・真夏という日に行ったのでとても暑かったですが、いい家族といい思い出になりました。うーん、キャンプいいですね。キャンプなんかロケとかでもね、うん、他にも行ってますよね。そうですね、結構体験をさせていただいて、やっぱここもすごい良かったですね、キャンプ場も。うん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 、今回あの前回行った時にキャンプ場だけじゃなくて船乗って、うんうん、行ったんですけど、ロケでやっぱりすごい楽しかったですね。うん、地元の方の優しさとかもすごい伝わりましたし、1分で自分の担当してるとかさ、農家さんだったら農家のことを PR してくださいっていうのがあって、ちゃんと一人一人がそのちゃんと考えて練習してくださってたんで、いや、温かいなっていうのを感じましたね。なんか初心に帰った気持ちになりました。でもやっぱりそういうのってロケでだからこそできる、うん、だからこそ話せるみたいなのあるじゃないですか。そうですね、うん、そういうのやっぱありがたいなって思いますよね。そうですね、やっぱ普段、うん、もしプライベートで行ったとしてもそこまで会話することないんで、うんうん、やっぱりこうロケだからこそ知れたそのいい経験だったので、うんうん、やっぱりロケっていいですね。なんでこれからもいろんなところに行って山口の魅力をこうやって発信できたらなと思うので、はい、うん、皆さんぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう一ついきましょうか。はい、岩国市の月城丸さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ひっそりと続けているヒップホップダンスですが、今はエグザイルさんのチューチュートレインをレッスンしてます。これが難しい。お、難しいですよ本当に。あのぐるぐるぐるーのやつですね、はい、うん、まあ、基礎だからこそむずい
まあ、ポイントがあるんですね。だってあれみんな真似するじゃないですか、うん、でもやっぱりちゃんと踊るってなるとすっごく難しいダンス。そうですね、なんかその、まあ後で話します、ね、はい、すいません長くなっちゃ動画撮ってみたらキッズたちに紛れて一番後ろでおじいちゃんが踊ってます。すごい。いや、やってみるとキレキレで、キレキレにダンスを踊れるケイト君はやっぱりすげえなーと思います。自称歌って踊れる農家を目指す私も頑張って上手になって、ケイト君の前で踊って10ケイちゃんをもらうことが夢になりました。うーん、嬉しいですね。10ケイちゃんなかなか出ないですからね、うん、あんま最近出ないですから ね私もこの間聞いてびっくりした。確かにやっぱりそのチューチュートレインって基礎の動きだからこそ、うん、まあ、簡単と言っちゃあるんですけど、うん、その僕たちのファンタスティックス普段やってるパフォーマンスとはまた全然違うんで、うん、その簡単だからこそむずい、かっこよく踊るのが、あ、うん、あのダンスをかっこよく見せるっていうのが、そうです、うん、だからエグザイルさんって本当すごいなって思いますね。うん、かっこいい、うんうん、だから月城丸さんもぜひ頑張って覚えて、まあ、10ケイちゃんをもらえるように頑張っていただきたいですね。どんなことに意識したらいいですか、初心者の方でも。基本ビートとかリズムをキープする、うんうん、なんか動きが止まっちゃうと、そのダンスしててもリズムが止まっちゃうと切れちゃうんで、そのダンスが。だから基本その跳ねるというか16ビートを刻む方がいいかもしれないですね。うん、音を大事にして。そうですね、音を大事に踊るっていうですね、はい、あとはまあ一番楽しむことです。あ、うん、それねずっと前からおっしゃってますもんね、はい、そっか、なるほど、はい、ありがとうございます。ということでケイト君、今日の一曲お便りたくさん読んできましたが、ここでご紹介いただけますか。はい、はい、そうですね、この、まあ、今日選んだ曲は以前、うん、踊ってみた企画でパフォーマンスした楽曲なんですけど、テレビで、はい、テレビで、でそのそれから好きになって聴くようになって、はい、だからそのこのラジオでもかけたいなと思うので、それではいきます。ミセスグリーンアップルさんで青と夏。今お聴きいただいたのはミセスグリーンアップルさんで青と夏でした。もう歌い始めのとこたまらないですよね。いいですね、うん、なんかな、結構基本歌って勇気もらえるじゃないですか、うん、その踊ってても背中を押されるというか、結構そのこの番組で踊った時はソロバージョン、バージョンとかソロコーナーが一人一人あったんですけど、うん、僕はなんか落ちるとこ、メロディーが落ちるとこでちょっとなんか妖艶な雰囲気、感想というか、はい、だとね、あそこも結構何も考えずに踊って、その曲の世界観を表現して。え、あれ何も考えずに踊ってたんですか。はい、え、なんか私も見たんですよ、はい、あれなんかあれですよ、なんかちょっとカメラに手招きするような仕草ありましたよね、うん、あれもパッションでやってるんですか、その時の、はい、なんかそのリハーサルでああいうカメラワークって知って、うんうん、まあ、どうしようかなって、まあ、どうせなら導きたいなって、その夏樹くんとのフォーメーションもあったので、うんうん、そのフォーメーションに行くときにカメラをいざなうというか、うん、一緒にやって夏樹くんにパスしたらいいかなって思ってやりましたね。あれもうキメキメのダンスじゃないんですね、はい、その場で出たものなんですね、うん、はい、であれさ、聞いていいのかわかんない、バズってましたよね。いやいや、ありがたいことに、ね、なんか赤いズボン、赤いズボンの人誰だみたいななんかトレンド入りみたいな、なんかしてたらしいですね、してたらしいですね、うん、私ねちょうど生放送やってたから、はい、で終わってサマーバイクのとこはちゃんとリアタイで見たんですよ、うん、ありがとうございます。でその追っかけようと思って録画してたから見ようと思ったら、スタッフからケイト君がバズってるっつって、えっつってすぐ調べた。ああ、何やばあ、見つかれ見つかれと思って嬉しい。たくさんこの機会でファンタを知ってくださった方もたくさんいると思うので、うんうん、やっぱありがたいですね、こうやって番組に出させていただいてファンタの存在を知って、でサマーバイク聞いていただいてって、そういうなんか流れがあるので、僕もそのアーティストさんを見るときもその歌番組で知るとか、うん、テレビ見ててたまたま見てその気になって調べるとかあるので、ぜひファンタを気になった方はぜひこれから僕を調べて、うんうん、ファンタを調べてもっと好きになってもらえるように僕らもパフォーマンス頑張るので、うんうん、ぜひおすすめというかお願いします。でも確かにこの番組を見て、はい、木村圭人君で検索して、うん、あ、ラジオレギュラーでやってるんや、聞いてみようと思って聞いてくださってる方もいるかもしれないですよね、うん、いますね、それこそ、ね、ラジオも、まあ、人となりが分かるので、うん、ラジオはぜひなんか、ね、要チェックいただければ、はい、と思いますけど、はい、あとプール飛び込んだじゃないですか、はい、あれびっくりしたんですけど、よくなんか次の曲2曲あったじゃないですか、はい、乾いたというか間に合いましたね。
もうあれはもう一回全部落として、そのセットを、はい、でヘアメイクさんが頑張ってくださって、ブワーって乾かして、はい、まあ、もう一から作るんで髪は。うーん、だから逆にやりやすいかもしれない、ね、した方がいいのか、変にその乾かすためにドライヤーするとかが多分スプレーもあるんで、うーん、もう洗ってください、はい、へー、しかも2時間空きぐらいあったんですよ。あ、じゃあもうある程度、はい、まあ、メンバーさん人数いますからね、うん、そうですね、まあ、メイクさんも何人か体制でやって、3人ぐらいかなでやって、うん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 、やりましたね。あれ飛び込むのは決まってたんですか。あれは決まってました。あれみんながなんか乗り飛び込んだかなと思って、そいやだとしたら靴脱がないですから、ね、そっか確かに。いやあの時のケイト君はすごかったですね。いやありがたいですね。なんかお腹の筋肉もチラチラ見えてましたよ。いやあれ予期せぬ事態ですね。あれは、え、そうなの、嘘、本当に計算してたでしょ。してないそこまでできないですよ。結構なんかそれもね、なんか話題になってたみたいな、うん、なんかハラチラ、うんうん、ハラチラっていうのか、うん、なんか言うらしくて、うんうん、全然分かんなかったです。踊っててもしてるのか分かんないですあれ。なんかちょっと大きめのニットみたいな服だ、ロンティ、ロンティだったから、はい、そうなったんですね、はい、振りを大きくした時に、ね、だからかなっていうのはありますね、うんうんうん、それであの子は誰だってなったんですね。ありがたいですね。いやそういう機会がねどんどん増えて、うん、いやもういや知らんのあなたみたいになってね感じになるといいなと思います。いや、はい、ね、ぜひお願いします。はい、はい、ということでたくさんメール紹介してきましたけど、ファンタスティックタイムいかがでしたか。はい、あのさっきのテレビの件ですけど、お守りちゃんさんですとかまいさんから、なんか友達からなんかあなた好きだったファンタ素敵だねとなんか声かけてもらえて嬉しかったみたいなお便りもいただいてたので、うん、なんかやっぱりテレビとかって大きいですよね。ラジオもそうですけどね、うん、そうやって露出するっていうのは、はい、ということで今日もいろんな裏話聞けて楽しかったです、うん、ありがとうございま す。皆さんからの質問や感想メールもお待ちしています。宛先は koi@kry.co.jp、 宛先は koi@kry.co.jp です。また番組ホームページや KRY アプリのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。番組ツイッターやインスタグラムもチェックしてください。ではケイト君お知らせお願いします。はい、9月9日にハイ&ローザワーストクロス公開になっているので、はい、皆さんぜひまだ見てない方は劇場に足を運んでいただけたら嬉しいですし、うん、まあもう1回見たよって方もリピートしていただいて、2度3度、はい、多分何回も見たらまた違う見方ができると思うんで、ぜひお願いします、はい、そして11月2日から山口を皮切りにファンファンステップを開催します。やった、ありがとうございます。ツアーをやれるのも皆さんのおかげですし、何より皆さんと一緒にこのライブを作っていきたいなって思うので、うん、皆さんぜひ会場に来ていただいて一緒に幸せな空間を共有できたら嬉しいので、皆さんぜひよろしくお願いします。行ったことない人マジで行った方がいいと思います。もう力を込めて言う、マジで行った方がいい、お願いします。はい、はい、以上ファンタスティックスフロムエグザイトライブ木村ケイトでした。また来週。